すぐブラックフライデー。いろいろなお店で大きなセールが開催されるでしょう。ところで、ブラックフライデーの正式な日はいつか知っていますか？どこで始まって、名前の由来は何か、や、ブラックフライデーの前の日は何の日だか知っていますか？ここ2、3年、日本でもブラックフライデーと名前を挙げて、ショッピングモールやネットで大きなセールを見るようになりました。企業さんであれ、店員であれ、お店の社長さんであれ、消費者であれ、皆さん、意味や期限や由来などを知って売ったり買ったりしているでしょうか？安ければいいのでしょうか？売れればいいのでしょうか？アメリカでも毎年、お買い得品争奪戦で怪我人が出たりするようです。割引になっているからお得感で買い物をするのでしょうか？セールと聞くと買わなきゃ損という切迫感に襲われるのでしょうか？安ければ買うという商品は本当に生きていく上であなたになくてはならないものでしょうか？ハロウィン、イースター、クリスマス、バレンタイン、それらが始まった期限や祝日とされる意味を知っていますか？物欲はさらなる物欲しか生みません。これを買ったら幸せになる。これを買ったらクラスの人気グループの仲間になれる。これを買ったらたくさんいいねが来るはず。これを買えば芸能人の〇〇みたいになれる。これを買えば〇〇さんに振り向いてもらえる。これを買えば5歳若返る。これを買えばシワが消える。そう思って、そう言われて前回買った後、いいねは増えましたか？5歳若返りましたか？〇〇さんは振り向いてくれましたか？生きていく上で、生活していく上で必須なものって、意外とミニマムでシンプルなものです。お金が有り余ってて、どうしても使いたいというのなら、自分の内側に投資することをお勧めします。本を読んだり、何かクラスを受けたり、自分の中身磨きに使うのです。外を着飾る物質があなたの気持ちを満たしてくれるのはせいぜい最初の1週間くらいでしょう。しかし自分の知恵、知識となったものは一生あなたを輝かせてくれるものとして残ります。さらにお金があったらぜひお世話になった人に恩返しをしたり、世の中のためになることに使ってください。あなたが企業さんでも消費者でももう一度考えてほしい。それはあなたの人生に価値を与えてくれるもの、ことですか？